今日から始まった市民による雪像作り。来月4日から始まる札幌雪まつりでは、大通り3丁目と9丁目に合わせて78基の市民雪像が並びます。テーマは様々で、話題となったスポーツ選手やアニメのキャラクターなどの雪像が作られる予定です。中には VR の技術を使って制作するという人も。作ろうと思っている雪像の 3D モデルを表示させて、で下書きとか、まあ、バランスを見たりとか、まあ、そういったことをやろうとしています。頑張ります。札幌雪まつりは来月4日から11日までの8日間、大通公園とすすきの、津ドームの3つの会場で行われます。